ょっと待って、ここ雪山さん多すぎじゃね？シェアか？シェアしてんのか？ええやん、ええやん。シェアマウント。完全に最大やん。パパ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 パって。あの扉開けたらすぐにいたがびっくりした。あ、もう心臓に悪いんだか、もう。ひまわりの種がない。周りの種とっとこ走るよコロ太郎隅っこ走るよコロ太郎そこケタロウじゃねえ大好きなのはひまわりの種コーラとポテチでしょ大好きなの否定できないだろ大丈夫ポテチ否定したい否定したいけど否定できないこれガンパウダーの上のって何ですか、ブック読んでないから分かんねえんだよな分かんねえんだよなペットいらないペットこれはいるらしいだからねそれはね溶かして作るやつやな鉛を溶かさないコロちゃんのチゲット夢中それがあれば作れるんですよ鉛を溶かして9個あった何にこれホラーだな。いやホラーなんだけどこのゲーム。いやホラーゲームでしょ一応オッケーびっくりするなもう。あペンキだラッキー。溶けたら間に合う。何？どっから？え？隊長。探索行けない。ちょ。え？どこから湧いたこいつ？いやどん。釣るか足りねえわ。はいそれじゃあダンさん行きますか。やばい。え、どうした？やばい。どうしました？いや、みんながね、取りに行ってないんだよね。え？何の音？雷が鳴ったね。え？何の？ゲーム？ゲームで。ゲーム？ゲーム内で雷鳴ったよ今。ゲーム内の雷なの？そう。晴れてんのに。うん。なんだろう怖いね。え、なんかでマウスがね、カッパエビセン、ね、油でベトベトになってカッパエビセン、うん。みんなが言ってる間にミュートにしてね、バルミクってた。やめられない止まらない。とりあえずダンさんあそこ見えるでしょう。頂上に見えるあれ。頂上まで行かないよね。あれ頂上ですよ。あ、違って隊長が死んだ場所って。そう。あそこ。え、頂上なの？うん、頂上なの。何してんの？おお。おい。なんだ晴れてるぞ。どうなってんだ曇りないぞ。やばいもう死にまくってるからもう70で止まっちゃってるもう。俺72に。はあ、早く人間になりたい。あそこにいるよ人間になれない人が。もし早く帰らないとフェラルが来てしまう。そう。当初の目的である軍事基地内でのフェラル対策ができなくなってしまうよ。すべて私のせいなんだけどね。バイクはダンさん乗って帰ってください。壊しそうで怖いんだよね。ああいうほら頑張って作ったものをさ乗ると壊しそうで怖いんだよね。
どうなってんだ。あ、そういうことか。もしかしてそういうことじゃないですかね。やべ、日が傾いてきた。マジであそこですよ。あれ、いやー、なんか夕日に照らされて絵になるな、あそこ。そんな絵になるところで死んだのどこの誰だよ。私です。ちなみにですが、マツコいるは雪山多いわで、ちょっと難易度高いっすよここ。バイクはどこにある？バイクはね、この木の、あの、この辺に隠してあるんで。よし、行きましょう。まず私が死んだところに。ああ、バイクは発見してる。あ、よ。この中ね。そう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 。来てる？行きましょう。私が死んだのは、その、左の扉の向こう。ゾンビが一人いますので、お気をつけ。いないよ。いない？え、いない？いない。ここで殺されたんだけども。おかしいな。なんだ。ちょっとご縁よろしくお願いします。気が入りますんで。ちょっと周辺警戒してくる。よろしく。おお。おお。警官ゾンビ。警官ゾンビ？なんで？警官ゾンビと自然に。何？何の警官？何あの色？何あの色？え？やべ。いて。社長、離れて撃って撃つなら。いや、届かないと思ったんですけどね。思いのほか、リーチが。当たんね。警官怖いし。なんでこんな子に警官いんだよ、もう。勝てえし、こいつ。やたら勝てえし。おや、外す。あ、外す。見まーす。あ、警官外出てった。怖っ。ここ壊しまーす。外出てった。うん、なんか出てきましたよ、裏口から。あ、裏口？開け。あ、金庫ある。あ、裏口ってあっちに。そう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 。あ、この金庫しんどいやつだ。また今度来よう。どうします、ダンさん。警官倒します？うん、もう今攻撃中。おー、了解。なんでこんな緑なんだろう。あ、嘘。そういうことだからじゃないですかね。ゲボハク。すげえろ、ゲボハクから。嘘。やべやべやべ、この距離届くの。ゲボハクからじゃないですかね。あお、転落死する。やべえ。すげえ距離伸びてる。で、危なくなったら走ってくるんでね。怖い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 怖え、あいつバカ怖えんだけど。あー、砕け死んだ。どうぞ。ダンさん、もういたいた。警官？警官もういたいた。マジで？どうしよう。瀕死だからね、俺。あ、薬ありますよ。今、あー、でもユッカはすぐ切れるか。ダンさん、こっち。はーい、薬渡しまーす。あ、こっち渡しまーす。はい。瞬間。瞬間回復。戻った方がいいかな。戻った方がいいかもしれないですね。警官相手だったらコロちゃん連れてきた方がいいかもしれないですね。うん。
よし、帰りましょう。バイク取って帰りましょう。赤くなってきたね。赤くなってきましたね、これね。だいぶ赤いね。テントとか見えるけど、無視。無視。早速、うちに帰って、で、そのまんま、軍事向かいましょう。よっか。うち帰ったら、ディスコ上に戻ればいい？そうですね。よっか。で、無事に帰ってきた。ただいま。俺死にかけた。コロちゃん。はい。警官がいた。マジで？しかもね。蛍光色のね、警官がいた。なんか色が変わってたよ。面白いじゃないか。そしてね、うん、ゲボのね、距離がすげえ長い。前さ、ゲボを吐くときのさ、モーションさ、分かりやすかったじゃん。うん。なんか、分かりにくくなかったんさ、あれ。分かりにくいし、距離が長い。ちょっとあの、今までのね、あの警官のタイミングでゲボを避けようとすると、うん、やられる。今、道路にいるミヤド？あ、ミヤドね。ミヤドそこにいてとして、俺この距離で撃っててゲル届いたからね。マジか。俺に。弾丸ライナーで。ああ、もう空やべえ。いやー、真っ赤だ。よし、行きましょう。立てこもろう。どこ？てか、バイクをさ、入れたいんだけど。そうだね、バイク入り口入れたいね。ちょっと、私、道具整理したら、すぐに。スモールエンジンがないんだけど。これじゃあ分かん。作っちゃって。よし。移動じゃ。どこだっけ？軍事基地。軍事基地こっちじゃ。入れた。とりあえず。みんなのもの更新更新。水分がないっすけど。水分は私が持ってる。やべえ。やべえ。やってる。色がやべえ。やろうぜ、やってやるぜ。やってやろうぜ。って言って、体調あれでしょ。ん？ここだぞ、軍事基地はって目の前で地雷踏んで。どうぞ。あれ？なんか一歩後ろにいるね、みんなさ。だって地雷全部回収しないよね、多分。回収はできないんですよ。回収っていうか、あの、まだあるよね。ちょっと待った、俺バグった。え？バグった？あの、まっすぐずっと歩くだけになってる。あー、じゃあ一旦入り直しだね、みんな。今、軍事基地っぽいところにいるよ。え？早っ！よし。コロちゃんの青マーカーに向かってレッツラゴー。そこだね。あったあった。近づくの怖いんだよな。いたいたいた、コロちゃんいた。ここって近づいて大丈夫なところだっけ？どこにあるかわかんねえから。そうなんすよ。特に草っぱらのところにあられると超怖い。あ、ゾンビの声してる。うん。まあいるよね。そりゃいるよね。ちょっと待って。あ、いる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 。待って、地面見ながら進まないといけないんだけどさ、ゾンビいるんだよね。もうちょっと明るいうちに来たかった。ごめんね。ハプニングが起きちゃったんだ。よーし！ここ地雷ない！コロちゃんと合流だー！合流だー！痛い。あ、怪我した。痛い。なんで怪我すんの？怪我した。あ、有刺鉄線。あ、そういうこと？え、これ大丈夫？入っていこう。有刺鉄線。オッケー、もう入って貼れてるよ。みんな内側からいた。で、どこでやるの？ここの。この中で。中？この中入りましょう。うん。軍事基地内で立てこもる。Are you here? Okay。みんなどっから入った？さあ、有刺鉄線のとこに木箱があるやろ？ねえ。ああ、いたー！いて、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 
有刺鉄線有刺鉄線のところで今もう中に降りてってる感じ。私も中にいます。駐車場にいます。そして軍事ゾンビに追われてます。私超外すんだよな。これ系のゾンビの動きが本当苦手なんだな。ガスン。とりあえず下るか。ほら。ほら。当たらない。ここで弓を無駄にしたくないな。ほら。ほら。接近じゃ。ほら。俺固まった。ほれい。治った。あ、なんか持ってる。コロちゃんはもう軍事基地ない？うん。よし、いいね。どうやって下るんですか？下る？普通に入り口っていうか建物あるじゃん。その中入ると下っていけるよ。あ、そっか。ミヤさん、ここ来るの初めて。初めて。あ、これか。これだ、これだ。ここが軍事基地だよ。入り口閉めとこう。あ、そうだね。まあ、意味ないと思うけど、はい、あ、私ね、軍事基地のね、上の方にいる、うん、上の方？うん、コロちゃん上の方にいるんだよ。もうなんか入っちゃってんだよね、うちら中だと。でもあれか、見づらいか、外から来るやつが。そうだね、まず来るのを見て中に引きこもるっていうのがいいかな。閉めちゃいましたよ。中だとさ、完全にさ、逃げ道がないもんでさ。あ、そういうこと。閉めちゃいました。うるうるうる。で、仕様変更来てからどんな状況になってるかわかんないから、フェラルが、うん、とりあえず上で偵察を。なんかヤグラっぽいのができてるけど、どっから上がったのそれ。ヤグラっぽいのができてる。ポンポンって上が作って上がってから、その木箱を剥がして、有刺鉄線爆ね。ここが一番薄いんだ。よし、乗れた。来たよ。いらっしゃいませ。あー、トンカチ持ってくればよかったな。あららら、おちゃん、やるよ。よろしく。全教科にしとく？いや、上は適当でいいんじゃない？柱だけで OK？ うん、はいよ。もうちょっとだね。だね。楽しみだね。どっちから来るかな。まあ4人いるから4方向に分かれてみてるよ。そうだね。それどうやって登ったんですか。え、それは有刺鉄線のところの坂道があるじゃろ。よし、来た。はっ、コロちゃん、それっぽいわ。待って、どうやって登るの。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。PC の方は画面の真ん中にボタンがあるのでそちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので登録よろしくお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。